いらっしゃいませ。こんばんは。大型犬でございます。プロジェクトカーズ2の日。あのね、いきなりですけど、スーパートロフェオダメだったじゃない ?19 位だったじゃない?で、フォーミュラ乗ってみようと思って、やったの。頑張って。21位なの。もう全然難しかった。なんかね、やっぱりね、雨が辛いね。教えてくんないもんね、レース中に降ってくる雨をね。ああ、難しいね。で、まあ、2個ダメで、まあ、ティア2に行ってもいいんだけれど、もう1回ぐらいね、ティア3なんか乗りたいなということで、これ、乗ってみない ?RS01。ね。ダメかもしんねえな、またな。箱車が結構僕、プロジェクトカーズ2で、なんていうのかな、ロードカー、GT カーか、がすごくね、苦手なんじゃないかという、もう暗示にかかっています。ね。ショート3戦。まあ3戦ぐらいならちょうどいいかな。で、ルールとレギュレーションが、まあいつも通りと。いうところだね。で、色は、あ、かっこいい、これオレンジ。あ、これも好き。でも白オレンジもかわいいな。黄色もいいね。なんでもいいのかもしんないね。これでいこう。チームプレイシート。うん、よろしくお願いします。さあ、どんな車なのかね。アブダビかな?うん。やってみよう。とりあえずね、フリー走行オフ、予選オン、レース、6分。6分?短いね。6分?あ、違う。ん ?6 分か。何回言うんだろうね。まあいいや。やっていこうか、頑張って。ね、なんで GT カーを上手に乗れないんだろう。やっぱ電子制御と喧嘩しちゃってるからいけないのかな。ね。6分でしょ?一周何分ぐらいだろうね、ここね。ガソリンが、わあ、結構燃費悪いんだね。まあ5ラップ分ぐらい積んで、エンブレちょっと強め。僕の好みだね、これは完璧にね。あ、ちょっと待った。セッティング読み込む。ルーズでやってみたい。うん。安定性重視だと、ね、リアが柔らかすぎて、毎回、お尻が巻き始めたら帰ってこれなくなっちゃうからね。で、ぐーっと減らして、5周分ぐらい。うん、にして、うん、とりあえずこれで行ってみようよ。よし。これでいいかな?よし、じゃあ行こうか。さあ、どんなもんか。どんな車かね。乗りやすいといいけどね。まあでも、乗りやすさと速さってあんまり関係ないからね。お、電子制御は全部ついてる。で、クイックだな。おそんななっちゃう?なんだろう、僕が悪かったのかな今。なんだろうね、あっさりと回ったぞ。またハンドル切りすぎ問題かな。ちょっと気をつけてみようかね。うん、でも乗った感じそんな違和感はないな。おお、お尻すごい巻くな、あのコーナー。結構怖いね。さあ、どうだ?ああ、ABS の効きはいいな。ABS は偉大だよね。ね、何も考えないでブレーキをガンと踏めるからね。おお、巻くね。あ、結構巻くね、お尻。ねえ。うん、ハンドルは切りすぎちゃいけない車だ、これも。うん。お尻がね、すごいルーズに出ていく。あ、ごめん。
うん、すごいお尻がくっついてくるな。うん、ちょっと走ってみようね、頑張って。行くぞ。トップ何秒ぐらいで来るんだろうね、ここね。さっきここでスピンしたんだよな。あ、今回平気だ。うん、あのね、いい車だと思うな。結構思い通りに走ってくれる。ただお尻がね、ルーズなことだけを除けば、うん。なのでハンドルを、特にね、高速コーナーというよりは低速中速コーナーでハンドルを切りすぎるのが良くないね、多分ね。こういうとこでハンドル切りすぎると一気にお尻がね、ぐるーんと出てっちゃうイメージ。うん、で僕はパッドでやってるじゃない。でインパルストリガーもパソコン版だからついて対応してなくて、タイヤの状態がね全然わかんないんだけど、その ABS じゃないや、トラクションコントロールがついてると滑り始めた時にトラクションコントロールが効いてくれるので、あ、今お尻滑ろうとしてんだなっていうのはなんとなくわかる。うんそういう使い方もできるんだね。早くみんなのタイムが見たいな。おお、滑ってたね今。思ったより滑るな、やっぱり。乱暴な運転はできないね。丁寧に運転してあげないと。1位が1分58秒738。あ、僕遅いね。もうちょっと根を詰めないとダメだね、多分ね。おうおうおう、お尻回る回る。おうおうおう、ちょっと辛いな。ガソリンどんぐらい積んでんだろう。あ、でも5ラップ分だ。どうしようかな。リアが結構渋いね。ちょっとスタビ柔らかくしようか。うんで、リアをちょっと下げ目だね。この辺でどう。よし、行ってみよう。僕で今 2.6 秒近。 2.6 秒って結構落ちてるね。よくないね。ほら、すごいあそこでお尻が出るんだよね。あれが怖いな。あれさえなきゃね、強引に踏んでいけるいいコーナーに見えるんだけど。ここもね、ものすごいお尻を振るんだよね。何なんだろう、あそこ。バンク角がついてるのが影響してるのかね。ね、すごいバンクついてるよな、あのコーナーね。突っ込みすぎたな、明らかに。ほら、ここもすごいお尻を巻く。あー、難しいな、これ。リア寄りにしてみてんのにな。ね、車重ね。怖い怖い、すごい怖い。あー、ダメだ、散らかるな。ちょっと頑張って走ってくるね。うん、行ってきます。
はい、ただいま。いや、疲れたよ。すごい疲れた。頑張ったんだけどね。何位だ、俺。9位か。トップと 0.4 秒差。多分ね、うまく走れば、あとコンマ2かコンマ3は、縮められる気がしたな。まあ、しょうがないね。うん、結果は結果です。よし、レース行こう。天気は晴れ。予報晴れだね。これさ、途中で雨降ってくるかどうかわかんないんだもんね。やだよね。よし、頑張ろうか。ね、しょうがない。さあ、どうだ？あ、ローリングスタートだね。いいね、こっちの方が好きだ。うん。ただ、どの辺か、こっからか。変なとこからスタートさせられたな。やだね。そしてまた、この位置取りが。やだなぁ、やだなぁ、怖いな。おお、突っ込んできたよ。よく耐えたと思わない今。あ、やめて。怖い、すごい怖い。やっぱりね、釣られて攻めちゃうんだよね。横いるな、並んでんな。あー、抜かれちゃった。8位か。まあでもまだ、なんていうの、予選のポジションは守ってるからね。よしとしようよ。よし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 、ちょっと強引だけど、ブレーキを調整してね、奥まで逃げてきました。もう一回。ね、やっぱりプロジェクトカーズ2はさ、ラインをお互い尊重してくれるから、結構安心してね、インに突っ込んでいけるというかね。いやいやいや、やばいやばいやばい、ごめんごめんごめん。オッケー。さあ、今の5位だね。どこまでいけるか。あんまりあんまり色気は出さない方がいいやね。いいよいいよ、5位でいいよ。うん、5位で終わろう。うん、抜かなくていい。いい車であることは確かだね。走りやすい、とってもとっても走りやすいです。ただね、走りやすいといっても、それはプロジェクトカーズ2の走りやすいなので、気を抜くとあっという間にね、スコーンとすっ飛んでく。お尻がぐるっと回って、全てが水の泡っていうのは当たり前にあるので、そこだけは気をつけなきゃいけないね。これは届かないかな、このコーナーではね。次のヘアピンで狙っていこうかね。やってみる。お、間に合った。そっか、縦列になっちゃってるから、スペースに余裕がないから、ブレーキ踏まざるを得ないんだね、前にいた人もね。これはちょっと強引だったな。いや、でも前に人がいると、やっぱりどうやったって攻めちゃうね。やばいやばい、ここ乗っちゃダメなとこだ。危ない危ない。難しい、とっても難しい。ただ楽しい、ワクワクする。うん、2分ってことは次でファイナルラップだね。さあ、今がポディウムだね。やっぱりね、
やっぱプロジェクトカーズ2って車ごとの特色はね、強くそんなに感じないかな今のところね。とにかくね、無事に走り切ることを僕の感覚が優先しちゃっていて、この車はこうだねとか、あ、きっとこうなんだねとかっていう考えがね、あんまり浮かんでこないとにかく必死です。うん、とにかく今必死、もう手がびちょびちょしてるあー離されちゃった、慎重すぎたね今のコーナーね。まあでもしょうがないよ、スピンするよりマシだ。うん、後ろ来てるな、追いつかれてるな。おお、バトってくれてるね、いいぞ。次のヘアピンうまくすれば間に合うんじゃないか。この先ちょっとブレーキを遅らしてみようか。強引だったかな。でも悪くないよね、インが空いてたんだもんねダメかな。ん、いけんじゃないかこれ、ひょっとして。おお、いけたかも。ここでスピンするな、最終コーナーで怖いぞ。おお、まさかまさかの1位だよ、嬉しい。これは嬉しいね、やったああ疲れた、すごい疲れたよ。あー、びっくりするぐらい疲れた。まあでもいいね、結果おお1位です、嬉しいな。うん、いいね。でこれ、このチャンピオンシップは全3戦だよね。じゃああと2戦どうかね、天候に恵まれることを願って頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日はこの辺で、大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。